社長、なんか美味しそうに食べてますけど、どうですか味は。わからない。わからない。何の味かな、ね。梅とすももだけど、ほとんど梅だと思う。あ、梅の味。うわ。すももの色がついてるけど、梅の味。で他のなんかね、今までのものってなんか添加物の色つけてたじゃないですか。もうね、ほとんど砂糖を飲んでる。ああね。あとはなんだろう、色つけてても、うん、なんだろうかな、うん、人工の、そうですよね、で、うん、で人工の匂いをついてる。そうですよね。人工これ、うん、これはあの梅をお砂糖と一緒にこうつけておくんです。そうすると梅のエキスがこう砂糖に引っ張られて出てきて。そのエキスがこう発酵しだすんですね。でそれを抽出する酵素ジュースっていう言い方をよくするんですけどね。梅酵素。私も酵素作りました。作りました。はい。こんにちは。ご出身は横浜なんです。横浜の方がどうしてこちらで。娘がここに移住してきまして、それからあのその時についてきたんですが、泣き陣っていう場所があのすごくこう気に入りまして、山がこんなにある沖縄もあるんだと思って、なんかすごく大好きでここに住ん でその頃あのパン屋やりたいなと思ってたんですよ。であのどこでもいいとは思ってて、場所探ししてたのがちょうどこの場所がいいなって本当に思って、村の泣き陣村っていう名前もいいじゃないですか。で泣き陣村の村のパン屋さんあこれいいなと思って。すごく素敵な雰囲気にできてるんですよ。ご自分で。そうですね、7ヶ月かけてあのやっと作り上げました。まあ、おかげさまでパン屋になるのに時間がかかって、まあ今5ヶ月目なんですけど、もう少し本当早くやりたかったとか。なんかあのニファーマーズマーケットをするというなんかチラシも貼られてたんですけど、はい、それはどういう、この近所の、手作り品を作っている方をと一緒にコラボレーションして、でここからあのなんかの手作りの位置みたいなことをやっていって、みんなで盛り上げていきたいなと思って。自然のものとかそういう手作りを大事にしている方たちがこちらに集まってきて、ここで発信していきたいってことですか。そうですね。手作りでやっぱり自分たち あの信用のおける信頼のおける安全なものみたいなことがやっぱり食の中では一番大事だと思うし、生きていく中でもそれが大事なのかなというやっていきたいな。本当に素敵なパン屋さんです。これからもますますみんなが集まってくる場所になりますね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。